今大事にしておいたそっちの子を見せてやるわい。見せまい、見せまい、見せたら目玉が出るやいな。名人の芸と人を振り返る伝説の至芸、今回は亡くなられてから今年でちょうど10年になる歌舞伎俳優の三世河原崎権十郎さんです。スタジオのゲストは演劇評論家の渡辺保さんです。どうぞよろしくお願いいたします。平成10年に80歳でお亡くなりになるまで、はい、もう10年経つわけで、ね、早いですね、この方、まあ、俳優さんとしては、はい、一言で言うとどんな俳優さんだったんでしょうか。非常にね、若い時は綺麗な人で、晩年になって、まあ、立派な顔になりましてね、錦絵の顔のいかにも歌舞伎役者らしい人でしたよ、はい、その俳優人生としてはどういうものだったんでしょうか。まあ、この方は2代目河原崎権十郎のご次男ですね。で、権十郎って人は、まあ、僕らが見た時はもうすでに脇役の副役やってらしたんだけども、それで、まあ、名古屋で生まれられてね、この三代目権十郎は。そして、祖母に育てられて、踊りのなんか手ほどきされたりなんかして、ところが14歳になられた時にこのおばあさんが亡くなるわけですね。でそれで、東京の二代目権十郎はこれ引き取られて、 そこから役者の人生が始まるわけですね。で、15代目右衛門と一緒に、まあ、父親が芝居してるわけだから、そこの一座に出ることが多くて、15代目右衛門の立花系のいわゆる派手な2枚目の型を、まあ、そこで勉強されたり、女方の修行されたりしたわけですね、はい、それで、その後は昭和21年に、戦後初めての団菊祭でもって、河原崎権三郎という名前を継がれるわけですよ。で、そして6代目菊五郎のいわゆる菊五郎劇団にお父さんと一緒に参加するわけですね。ところがその、昭和30年にそのお父さんもの先代権十郎が亡くなった時点で、菊五郎劇団の正式な劇団員として劇団に加入されるわけですね。そして同じ年に東横ホールで、菊五郎劇団の若手が集まって若手歌舞伎を始めた時にこの方が座頭になるわけですね。これが三代目河原崎権十郎という人の人生の役者人生のターニングポイントになったわけですね、はい、その後歌舞伎座で、お父様の名跡を継いで権三郎から三代目権十郎になるというわけですね、はい、その当時のお写真がこちらですね。はい、これは伊勢音頭恋のネタ場の奥庭の貢ぎですね、はい、これご覧になるとよくわかるように、当時の海老蔵ですね、後の11代目團十郎に顔に非常に似てるでしょ、はい、そうですね、お顔立ちなんかこう、似てらっしゃる、そうですね、はい、かっこいいですね、はい、東横百貨店はその当時も渋谷に、今でもまあ東京渋谷に、そうそうそう、東横の上に8階にあったわけですから、はい、そこで渋谷の海老様という名前がついた、大変な人気を誇っていたという、ね、はい、当時の写真ですが、はい、その当時その東横 の、 その若手歌舞伎公演で一緒にご出演なさっていました歌舞伎俳優の沢村楽助さんに当時のお話伺ってまいりました、はいはい、何分にもそのデパートの中の8階にある劇場ですからね、切符売り場でも何でもお客様のいらっしゃるところをエレベーター降りて通らないと楽屋行かれないんですよ、それでもうね、渋谷の海老様なんて言われる頃になって人気がすごくてね、お客さんがもう本当に朝の11時から詰めかけて切符買うのに待ってらっしゃるか、そん中をね通っていくんですからね、なかなか勇気もいりましたし面白かったです。面白かったと言うとおかしいですけど、初日っていうとその当時の菊五郎劇団の市川左團次のおじさんから、舞妓兄さん、松緑兄さん、それから亡くなられた團次郎兄さん、皆さんそのそこへ一列に並んで皆さん見てらっしゃる。で一幕たんびごとに代わり番号にね楽屋へ来るんです。
東横劇場のホールの楽屋の楽屋なんていうのはね、そのほとんどの人がそこ一つの間にいるんですよ。だから一つとこへ来るとすぐにみんなに教えられちゃうわけです。そうするとね、みんなおっしゃることが違うんですよ。一幕一幕に来るたんびに。そうすると言われた方はね、どれを取捨選択していいかわからないわけですね。そこが大変でしたね。ですからそういう意味でもって大役の苦労っていうのは大変なものだったと思いますよ。いわゆる一幕の責任者ですからね、いわばね、実盛にしたって福岡三次にしたって、でそういう2枚目を全て手掛けられたわけです。いい男でしたからね、権次郎さんがね。とってもいい勉強なさったと思うんですよ、私は今はね、ええ、こちらに当時の雑誌、はい、劇評がありますが、うん、表紙の写真が、はいね、中央にいらっしゃるのが河原崎権次郎さんですね、はい、はいはい、こちらの方で、お隣こちらが田之助さん、田之助さん、はい、反対側が橋蔵さんで、その脇が今の芝さんですね。はい、まあこれだけ、まあこれが東横ホールの一座で、まあ権次郎さんはこれだけそのまあ一座の柱だったと、世間的にも注目されてたということですね。うん、はい、でまあ菊五郎劇団の本公演というか、まあ歌舞伎座なり名座なり出る時には、まあ十一代目團十郎が参加して梅幸松緑、今 の亡くなった宇左衛門さんと、こういうところがシーンを固めるわけだから、そういうところではなかなか権次郎さんに主役が回ってきて出し物ができるというチャンスがないわけですね。今写真ご覧になった人たちも、そういう意味では自分の出し物ができるというチャンスがない人たちが、まあ、若手歌舞伎として東横ホールへ出てる。でそこで人気も出れば、唐崎権次郎という人の芸の基礎も出来上がって、当たり芸が次々出ていくと、こういうことだと思いますね。東横ホール当時 その劇場として大変やっぱり活気があってそうですね、にぎわってたんですね。そうですね、渋谷の、まあ、東横百貨店の中に8階に劇場があるわけですけど、そういう劇場はそれまでなかったわけですね。で、まあ、その東横線と井の頭線とか、そういうつまりターミナルの百貨店というのも、まあ、そこが非常に元祖なわけだけど、そういう中で劇場があるっていう劇場の形も渋谷の東横ホールが最初だったわけですね。お客様はね、銀座の歌舞伎座行くとかね、それから浜町の明治座行くっていうのはかなり遠いじゃないですか、郊外のお客様は。だから東横線 の郊外に住んでる人はやっぱり渋谷で乗り換えて地下鉄で行かなきゃなんでしょ。でそれが渋谷で芝居が見られると、はい、まあ買い物もしながら手軽に芝居を見られるっていうところで、うん、やっぱり一般の観客にとっては東横ホールが持ってた役割っていうのは非常に大きいと思うんですよ、はい、でただ非常に一つ困ることは、劇場は劇場の下を地下鉄が通ってるわけで、銀座線が、そう芝居の最中でシーンとしたところでゴーッと音がするわけですよ、はい、でそれはもうとても困りましたけどね。しかしやっぱり東横ホールの果たした役割っていうのは非常に大きいんじゃないでしょうか、うん。その東横ホールでの公演から、はいはい、今日はですね、次にご覧いただきますのが、はい、昭和37年の妹背山女定期、はいはいはい、その舞台の5点、はい、一部ご覧いただくんですが、はい、これからご覧になる妹背山の深七はね、まあ権次郎さんのカラッとした明るい芸風に合った役だし、まあ、あんまり理屈張らないね、豪快な役ですから、そこの面白さっていうのを味わっていただければいいと思いますよ。はい、妹背山女定勤5点です。いるかを滅ぼす
での若手歌舞伎の公演、はい、その後はどのようになったんでしょうか。でいわゆる三之助時代というのが来るわけです、新之助、菊之助、辰之助という。で新之助は今の團十郎さんですね、十一代目の息子。それからあの菊之助は今の菊五郎さんですね、梅子さんの息子さん。そして辰之助はあの今の松緑さんのお父さん。でそういうその三之助の時代が来て、まあ、世代交代が起きるわけです、簡単に言うとね、そうすると権次郎さんとしては、まあ、この人たちよりは年も上だし、
劇団の本公演の方へ戻るわけですね。とそうするとやっぱり東横時代のように自分で主役を張ることはあんまりないんだけれども、今度は非常に重要な脇役というか脇を固める、浮頃劇団の脇を固める役者になるわけですね。で当然そうなると、まあ、器用な人だし芸歴も広い人だから、代役が例えば松緑團十郎っていう人たちが体が具合に悪くなると当然代役を頼まれるわけですよね。それで非常にいろんな幅広い代役を務めるようになると。はい、大変その代役の数も多かったということなんですが、こちらにその一覧、はい、昭和11年からこう年代順に並べてみたんですが、まあおよそ60はここに書いてあるだけでもあるんですよね。さまざまな役がある。女方からね、敵役から、例えば車引きの紙幣みたいな役からですね、キラルヨさんみたいな2枚目から、はい、上井新座の大家の長兵衛っていう契約からね、それでいて女方もやってるわけでしょ。非常にやっぱり代役の大変さっていうのをね、皆さんに分かっていただきたいと思うわけですよ。はい、極端なこと言うとですね、その日の朝、昼の部でこの人倒れたからその代わり役やってくれないかって言ってっていうこともあるんですね。そうやらなきゃいけない、型も決まってるわけだから、それを知ってさえいれば、数時間前に言われてもパッとやれるっていうふうにならないとダメなんですってね。やったことのある役もあれば、初めての役もあるわけですよね。そうそう、あるわけですね。さて次にご覧いただきますのが昭和61年の舞台なんですが、はいはいはい、奏本忠臣蔵、九段目山科環境、はい、これの加古川本蔵をなさってるんですが、これも翻訳は松緑だったんでしょ。はい、もともと松緑さんのお役だったのが、松緑さんが入院をなさって、で急遽決まって、まあ、初日から初役だったそうですけども、翻訳扱いになるんでしょということになりますね。代役ではなくてね、はい、だから厳密に言えば翻訳なんでしょうけど、はい、でも急に変わったという意味ではで、ね、はい、これもそうなんですね。まあ九段目の加古川本蔵って言えば中心がある中でも重要な役ですからね。でしかも歌右衛門の戸無瀬に右左衛門の大星由之助、士官の大石っていう大川瀬でしょ。でその中で、まあ、代役やるんだから大変ですよね。はい、だけどね、ご覧の後この VTR ご覧の後分かるけど、顔は立派でしたよ。天外取ってね、中入って、家の中入って天外取るじゃないですか、傘を外して。そうそうそう、はい、では一部ですがご覧いただきましょう。加古川本蔵が首心情
し宝蘭なる身持ち日本一のアホの鏡だ。大事ない大事ないね。うっちゃっカエルの子はカエルになると親に劣ら力やめな大だわけ。浜はま、大事ないえ武士の生倉鋼この本蔵の砕きれぬバカ潰すなと踏み込んだ。これ三宝の縁が離れ我三宝の淵離れこっちから無垢なとらんえっちょこざいな女め。あい死なずば切腹にも及ぶまじと抱き止めたわ。思い過ごした本蔵が一生の誤りは娘が難儀と白髪のこの首無垢殿そちたちより二日前に今日着若い頃の幽霊が役に立った四日のうちこなたの所存を見抜きし本蔵手にかからば恨みも晴れ約束の通りこの娘力也に沿わしてくだされば未来よもごな忘れ手を合わせて頼みる忠義ならでは捨てぬ命こゆえに捨つる親心推量あれゆらどんのゆうもなみだ
娘はあるにもあられずの心とはつい知らず死に遅れたばっかりにお命すつるあんまりな妙がのほどが恐ろしいお許しなされてくだされなせやっぱりあの先におっしゃった、はい、錦絵のようなというのがね、はいはい、本当にぴったりきますね。こう舞台のその芝居の世界にぴったりはまる絵になる、うん、素敵なお顔ですね、雰囲気もそういう雰囲気だしね、はい、まあ、ある意味でこういうこれだけ幅広い役柄をこなしていくっていうのはね、やっぱりいろんな役柄に挑戦しないと中年以降に生きていく場所あのポジションを獲得するためにしなきゃならなかったっていう苦しみとね、そして決して平坦ではなかった権十郎の役者人生っていうもののがやっぱりそこに現れてるって気がするんですよ、はい、でまあ劇団の中で、だんだん権十郎はまあ2つの点で重要な位置を占めるようになっていきますね。で一つはあの若手に対する押し番としての位置が、もう一つはあの紀行の劇団の中での重要な脇役者としての位置、その2つの位置をまあ、権十郎は晩年占めるようになりますね、はい、その最初のお師匠番ということですけれども、はい、まあ、これは教える側ということですね。そうですね、いわば自分より後輩の若手に対してですね、十五代目市村右左衛門あるいは二代目松緑あるいは十一代目團十郎から教わったこと、つまり立役のいろんな演技ですね、でそういうものを若手の人たちに教えていくという仕事をやったわけでして、今第一線で活躍している人たちにみんなそういう 役柄の型とか芸の呼吸を教えたわけですよね。尾上菊五郎さんに川原崎権十郎さんについてお話を伺ってまいりました。ご覧ください。まあ、今の私どもの同世代でもっておじさんに教わったことがない人はいないんじゃないかな。ほとんどの方がおじさんに教わっております。初めがいざよい精神でしたか、教わったのが、それから今月も出しております直侍、まあ、時代物では少ないんですけど、まあ、実盛物語、石切梶原、うん、それから御所の五郎像、黒戸組の助六、野ざらし五助などをね、おじさんに教わりまして、そのおじさんはどちらかというとその五代目菊五郎方、昔の歌舞伎の役者の気質を持ってらして、だからその何て言うんですか、その細かいとこまでああしろこうしろなんて教え方は絶対なさらない方で、うん、こうやったら面白いよ、これこうやるといいんだよとかね、そのお客様が喜ぶようなことをねちゃっちゃっと教えてくださるんですよね。でこういう方もあるんだけども、うん、本当は、うん、それは本当なんだろうけども、こうやった方が面白いよね、受けるからとかね、そういうその面白いお話をしながらこれを教えていただいて、でももちろん昔のことだからビデオなんかなくて書き抜きに細かく書いていらしてね、それを私どもに教えて、でおじさんの実際のビデオを見ると全然違う時があるんですよね。でそれを指摘すると、あでもねこっちの方がいいんだ今やってる方がとかね、だから割とそのアバウトなんですけども的確なんですよね。だから私どもは本当にその未だにおじさんの役の作り方と申しますか、それを忘れずに、やはりそうなんだ、お客さんあっての役者なんだということをいつも心がけて演じるようにしております。では次にその水母台五道の野ざらしをご覧いただきますが、この作品は権十郎さんがですね、東横の若手歌舞伎で最初に取り上げて、非常に珍しい作品だったんで私も初めてこの時見ましたけど、取り上げた作品なんですね。でまあそれを後で菊五郎さんに教えて、今日では菊五郎さんのレパートリーになっていると。それまではずっと埋もれてたわけですから、それはやっぱり今日の歌舞伎のレパートリーの中に野沢志五助というものが加わったのは
それは権次郎さんの功績だと思いますね。その菊五郎さんに受け継がれた野ざらし五助、はい、今日ご覧いただくのは平成5年の映像ですけれども、権次郎さんは敵役の台場の二三郎という役を演じていらっしゃいます。一部ですがご覧いただきます。恥をさらした偏方に胸の曇りも晴れ渡る御座の光の小判で百両耳をそろえて持ってきた。さあ受け取ってもらおうかい。人三段でも百両持ってきたとはこれ神妙。受け取るものは受け取って、身が体は利息だから、未練もなしに命を取るぞ。しゃらくせえこと昔はあがるな。それ番としての立場というのがあって、はい、もう一つの重要な立場というのが今度は脇役ということですけれども、はい、そうですね、脇役っていうのはある意味で非常に難しくて、脇役ばかり専門にずっと上がってきた人にはそれはそれなりの味があるんだけども、そうじゃなくて、主役もいっぺんやったことがある人が脇へ回ると芝居の厚みがぐっとこう出てくるわけですね、はあ、奥行きというかね、両方分かっているからこその、そう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 、で主役もやりやすいわけですよ、で例えば
権次郎さんの場合で言えばね、御所の五郎蔵って芝居があるじゃないですか。御所の五郎蔵で五郎蔵を自分でやった人が権次郎さんのようにその星影ドエモに回るとやってる五郎蔵もやりやすいわけですよ。だからいろいろ脇役って一口に言うけれどいろんな傾聴があってその軽い思いの中で権次郎さんの非常に大事な役割があったわけですね。それでことに寿司屋の矢左衛門っていうのは非常に回数が多く十何回もやってるんでしょ。でこれはねやっぱりね、まあ「いがみのコンタ」とかそういうの覚え僕は権次郎さんの「いがみのコンタ」やったかどうか覚えてないけど矢左衛門はやっぱりね脇へ回ってね主役を立てるのがとてもうまくいってる役だったと思うんです。だから皆さん「いがみのコンタ」の主役の人が権次郎さんに出てもらいたいとこういうふうになるわけでしょ。権次郎さんの当たり役ということになりますよね。ではその義経千本桜寿司屋の舞台からご覧いただきましょう。平成3年の映像です。お頼申します。お頼む、お頼申し、何見合わせやざえもん、今という今、親の罰を思い知りおったか。やざえもん、はぁ、あ、なし。何をも、何をも。門端も踏ますなと言いつけをいたのに、うちへ引き入れ、大事の大事のこれもり様を殺し、みだりは本君をよう鎌倉へ。私を三千世界に子を殺す親というのは俺一人、あっぱれ因果な手柄者に言うも言うもしよったんや。待ってください太郎、待ってください。とっちゃん、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 くれ。おやしさま。なっちゃん。コンタの知恵でこれもりも。助けることそいたいかね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 しぼけと手打ちをくれもがらりと出たるよさんがこのどちゃんとあきれよほてとあるに嫁一人孫というのもあいつ一人、子供が大勢遊んでいれば、あこれこれこれ子供し、この中
権太のせがれは言わせぬかと問えば子供はどの権太家名は何と尋ねられ俺が口からまんざらにいがみの権太言われなんだいや今日は三世河原崎権十郎さんその舞台を振り返ってまいりましたが渡辺さん、はい、今改めてその権十郎さんという方についてどんなことをお思いになりますか。あの私はね権十郎さんが最晩年に演じられたお祭り佐七という作品が忘れられないんですよ、はい、お祭り佐七これはあの三代目川竹新七という人が書いた作品なんですが権十郎さんがやられた時には小糸という恋人の芸者が若右衛門さんでしたけどねそれまではやっぱりねあんまりよくできた芝居だと思わなかったのね。でなぜかっていうとですね佐七がついこのそのさっきね数時間前に会ったあの女に再び恋人に会うと恋人の態度がガラッと変わってるこれも僕は不思議なんだけどその結果ですねカッとなってその恋人殺しちゃうわけだからねでそれはちょっと急な展開ですよね。そう、はい、権十郎若右衛門で見た時に僕は本当びっくりしたんですよ。つまりこれは要するに瞬間湯沸かし器じゃないけど火消しでしょ。火消しっていうのは要するに消防隊ですから一瞬の勝負なんだね火事を消すっていうのは。それから芸者のは柳橋芸者だから鉄火でこれももう本当に気が早い江戸っ子でまあカッとなったら一発で燃え上がるっていうそういう恋なんだね二、はい、人の二人とも。でそれはやっぱりね この作品が持ってる江戸っていうものね江戸っ子っていうものの気質をねよくつまり権次郎さんが捕まえてるという気がしました。だからそれはまあ自己大名財務になったのか知らないけどそういう気質が残ってるというので他の役者の追随を許さないところありましたね。相対的に権次郎っていう人はね江戸の匂いのする人でした。それは貴重な役者だったと思います。今日はどうもありがとうございました。どうも失礼しました。芸能花舞台今日はこの辺で失礼いたします。